どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。さて、新年一発目のねトミカ新車発売日が間もなく、近づいてきておりますが、今日はねおさらいという形で見ていこうと思います。まずはねトミカシリーズから、皆さんにおなじみ赤箱タイプですね、ナンバー39番ホンダステップワゴンということで、こちら実車はね2022年5月にね発売した、ホンダステップワゴンなんですが、そのステップワゴンが登場ということで、非常に楽しみな車両となっておりますね。通常カラーは黒色と、初回特別仕様が、グレーなんですかね。こちらマット仕様感もあるですけど、画像だけじゃねちょっと分かりにくいんですけど、早く、第3土曜日迎えて購入して開封したいですね。アクションはサスペンションのみとなっておりますね。はい、続いてナンバー81番スズキワゴン R スマイル、こちらはね実車は2021年9月発売ということで、トミカとしてはね非常に遅い段階で登場するということになりますね。まあね、スズキから、車両が出るっていうのはねなかなか少ないんで、今ね現行。そしてこの特徴的なまん丸ヘッドライト、とても可愛いですよね。アクションはサスペンションのみとなっておりますね、こちらは初回特別仕様なしの通常版のみとなっております。こちらも開封が楽しみですね。さあ次の車両はね、トミカプレミアムナンバー6番フェラーリ F50 が登場ということで、こちらのね車両はフェラーリ創立50周年記念の時に、発売された車両となっておりますね。なんと1995年に限定販売ということで、確か350台ぐらい限定でね販売された車両だと思います。そしてね、この通常版が赤色、発売記念仕様がイエローということで、イエローもね意外とフェラーリが、推してる色だと思いますが、こちらは非常に楽しみになっておりますね。続いてはね、ナンバー32番ホンダ NSX タイプ S ということで、こちらはね2021年のね8月発表され、2022年10月に終了したモデルとなっておりますね。いやめちゃくちゃかっこいい。これ色合い的にマット仕様になってるんですかね、ホイールもしっかり。いやこのカラーバリエーション素晴らしい。マットってねめちゃくちゃ、男だからかな憧れますよね。すごくかっこいい。これもね、非常に楽しみな一台となっております。続いては、トミカプレミアムから新しい試み、トランスポーターが出るということで、ランボルギーニと日産フェアリディ Z とね、あとは、ホンダ NSX タイプ R が登場するということで、そしてねタカラトミーモールオリジナルカラーバリエーションの、トランスポーターが出るということで、こちらをね、注文しておりますので、こちらの開封動画が上がると思います。さあ待ち遠しくなってきましたよ。皆さんはどの車両を、買われますかね。一応ね僕はね、あれとこれとこれと、まあ楽しみですよ。それではね開封動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録忘れずに。